YouTube でライトトゥライトエクササイズ8、花です。この動画はこの本の書くためのエクササイズを私が実際にやってみて解説レポートしていく動画です。はい、では早速今日の内容はこちらになります。8、気分。どんな気分でも書く。書くと気分が変わる。はい、ではこの本のですね、8番目の項目、気分というところのエクササイズを先に読みます。48ページです。書く気分にならないと書けないというのは間違いだ。実はどんな気分も書く気分としてふさわしい。コツは気分に関わらずただ書き出すことだ。簡単な実験をしよう。15分間撮る。何らかの感情を書き立てる状況を思い浮かべよう。例えばパートナーに腹を立てている。私は落ち葉が大好きだ。母親の健康が気がかりだ、など。その時の気分や感情に十分浸りながら、手書きで10分間書く。その後、5分間、書いたことで気分がどう変わったか書き留めよう。よく観察すること。もっと幸せになった。悲しくなった。腹が立った。怒りが少し収まった。希望を感じた。決心した。何でもいい。メモを取ろう。というエクササイズになっています。はい、それではですね、本文の中でちょっと印象的なところをいくつか挙げてみたいと思います。はい、例えばですね、42ページですね、書く気にならなければ書けないということはない。気乗りしなくてもともかく書き始めればもう少し書こうという気になってくる。45ページ、気分が乗ろうが乗る前が書き続けていると書く能力を自分でコントロールできるようになる。書き始めるには魔法の国で岩の上にポツンと立ってインスピレーションの風が吹くのを待つ必要はない。書くことは芸術だが手仕事であり、日々の雑事と同じように着実にこなせる単純な作業だ。書くにはふさわしくないと思う時こそあえて書くこと。疲れているとか心配事があるとか書かない理由は考え出すといくらでも見つかる。しかしそれはごまかしなのだ、なんていう風に書いてあります。はい、まあ、なんといってもですね、この項目の面白いところはこのね、8番の気分っていう項目自体が最初にね、ジュリアさんが今日私は書く気がしないって書いてるんですけれども、この項目がですね、終わる頃には書きたくなかったけれども今は面白くなってきたっていう風に書いてあってですね、まさにこの項目自体がジュリアさんが書きたくない気分のところから書き始めて、で書いてるうちに面白くなってきちゃったっていう、はい、そして喜びを感じて終わるっていう項目、そういう文章になってるっていうのが面白いなぁなんて思いました。はい、それではですね、私もちょっとエクササイズをやってみたんですけれども、このエクササイズですね、ちょっとやっぱり訳が分かりづらい感じが私はあったんですけども、この何らかの感情をかきたてる状況を思い浮かべようっていう、ところなんですけれども、これはですね、まさにその今の気分にしてる状況を思い浮かべるっていうことかなって思いました。はい、自分が今の気分になってるのにつながってる状況というかね、その原因になってる状況というか、はい、そういうことを思い浮かべて書いてみるっていうことかなと私は解釈しました。はい、それでですね、私はまさにですね、ちょっと書く気分にあんまり慣れないような時に書いてみたんですけども、本当にちょっとね、時間がなくて、あと15分で子供を迎えに行かなきゃいけないっていう、その15分で、はい、この15分間のエクササイズをやってみてですね、はい、なんかもうちょっと全然落ち着いて書けないし、なんか どうしよう、後で後回しにして後で書いた方がいいかなとか、後で落ち着いて書いた方がいいかなと思ったんですけれども、まあ、その、ね、忙しいその15分の落ち着かない時間で、まさにですね、忙しいっていうテーマで書いてみました。はい、そしたらですね、書いてるうちに、まあ、最初はですね、忙しい理由をなんかあれもやんなきゃこれもやんなきゃみたいなのをだんだん羅列していったら、だんだん落ち着いてきてですね、まあ、途中ちょっとなんか脱線したりもしたんですけれども、まあ、書いていくうちになんかもっとね、時間をなんか有効にうまく使わなきゃダメだなとか思って、あ、そうか、手帳を書いてみようかなとかって、ちょっとね、アイデアというかインスピレーションが降りてくるような感じにね、ちょっと変化したっていうようなことがありました。はい、で気分がどう変わったかっていうことなんですけれども、やっぱりですね、私は、まあ、この
課題をこのエクササイズをやっても思いましたし、それから普段モーニングページとか、あと、私はアートセラピーでなんかライティングのワークとかをやったりすることもあるんですけれども、なんかねこうやって書き物をして思うのは、やっぱりなんか書き始めた時と書き終わる時って何かしら必ず気分が変わってるんですよね。はい、なんかね どういう風に変わるかっていうのは書き終わってみるまでわからないんですけれども、でもなんかね1ミリも変わらないっていうことはないんですよ。なんか書き始めると必ず何か気分の変化が起こるなっていうのが、はい、実感としてありまして、はい、でこの項目はねそういうことを分からせるためのエクササイズになってるのかなと思います。はい、でまあさっきも読んだんですけれども、私がねこの中ですごくいいなと思ってしびれたところがですね、この45ページの、書くことは芸術だが手仕事であるっていうところですね。はい、なんかねこれが本当にそのねジュリアさんのもう本当にどんな気分の時も本当に手仕事のように、はい、日々の雑事もう本当に家事のようにね書くことをずっと続けていらしたジュリアさんから出てくるすごくね頑畜のある言葉だなと思うんですけれども、はい、本当にねなんか書くことってどんな気分の時も書き始めてみると、なんかねその食材を鍋に入れて煮込むとどんな味になるかわからないけど必ず味は変わるじゃないですか。あとそうだな、なんか例えばねお散歩とか走りに行ったりとかする方はなんか歩き始める時、走り始める時とその走り終わった時、歩き終わった時の気分って必ず変わってると思うんですよね。なんか本当に15分ぐらいの短い文章を書くことにも何かそういうね効果というか、はい、そういう変化が起きるなと思って、はい、なんかそういうことを、言ってる項目だなと思いました。何か、ご参考になりましたら幸いです。ではチャンネル登録はこちら、はい、ではまた。